コマのインパルス、日本の競争は、主な勝ち倉は、2017年の京成杯。馬名の由来は、冠名、衝撃的な走りを。10月22日、東京競馬場の神話戦に、田辺博信と共に出走。後に2019年の福島記念を制覇する、クレッシェンドラブが一番人気に押される中、単勝オッズ8.5倍の4番人気の評価を受けた。 好意でレースを進め、最後の直線では、馬場の最も内に進路を選択した。一番外から進出したブリッジシュラークを首差し軸けて初勝利を挙げた。起乗した田辺博信は、レース後、スタートセンスが良かったですし、行く馬がいなければ行くつもりで出していきました。逃げた馬を見ながらいい位置で、思い通りの競馬ができましたね。コントロールしやすい馬です。変なところで、 テンションが上がったりする面があるけど、レース慣れしてくれば問題ないと思いますと語った。12月3日、中山競馬場のハボ単賞に出走。後に2017年の東京優秀など GI を制するレデオロが単賞オッズ1.7倍の一番人気に押される中、単賞オッズ28.9倍の9番人気となった。レースではレデオロが優勝する中、 その一場身2分の1の差離されての2着となった。起乗した田辺博信はペースが流れてくれたので、控える形でも流れに乗れました。勝った馬は強かったですとした。1月15日の形成範囲から指導、単勝オッズ3.8倍の一番人気の指示であった。レースでは後方の3番手から最後の直線では馬場の真ん中を選択して進出。 同じく後方から進出したガンサリュートを首差で制して優勝、重賞初挑戦で初制覇となった。起乗した田辺広信はこの前のレースがフロックでないという結果を出せて良かったです。ゲートを出てポジションを取れれば前に行くことも考えましたが馬のリズムを守っていきました。2周続けて強めに追ったので馬がカリカリしていて、 レースに悪影響が出ないかと思いましたが、最小限に抑えられました。ペースは遅く感じたので早めに前の馬を射程に入れていきました。外から一頭来ていましたが、しのげる感じでした。結果を出せてよかったですと解雇した。管理する、菊川忠し調教,教師は、重傷通算3勝目となり、仮策を外した馬場で差しが決まらず心配していたが、 外を回って強い競馬だったねと振り返った。続いて3月5日、弥生賞に出走。単勝オッズ4.6倍の3番人気の指示を受けた。第2コーナーで後方の2番手に位置し、向こう正面で位置を上げて、第4コーナーでは、先頭から4番手となった。しかし、最後の直線では伸びず、カデナなど、後方集団に交わされ、後退、6着となった。起乗した。 田辺博信はペースが遅かったので後ろの位置では分が悪いと思いじわっと上がっていったと振り返りゴーサインを出しても後ろにいた勝馬がぴったりとくっついてきたこの馬もよく走っているが現時点では力の差を感じたとした引き続き4月16日のサツ賞に参戦デビュー後すべてのレイエースに起乗していた田辺博信がサツ賞では アウトライアーズに帰場するために乗り換わり、安城には枝ルオが起用された。後方待機でレースを進めたが伸びず交代、優勝したアルアインから0.8秒離された14着となった。帰場した枝ルオはじわっと伸びていく感じなので、もう少し時計がかかって欲しかったと解雇した。4月26日、5月28日に施行される。 東京優秀に向けて調整されていたが、右前足に違和感が認められたために検査を受けた。その結果、右前足つなぎ人体炎を発症したことが判明し、東京優秀を回避、春の出走が絶望となった。管理する菊川忠志地教,教師は、残念だが、今後は様子を見て放牧へ。復帰を待ちたいとし、その後は放牧に出た。 復帰に向けて休養していたが7月4日、日本中央競馬会の競争馬登録を抹消し、引退することとなった。以下の情報は、netkeiba.com に、基づく。ひババのリンデンリリーは1991年の、エリザベス女王ハイトローズステークス優勝。ABCDEFGHIJKLMNO、コマノインパルス、ジャビスサーチ。 www.jbis.or.jp2019 年11月28日閲覧 JRA 競争場検索 www.jra.go.jp2019 年11月29日閲覧 ABC2 歳新馬東京コアールコマのインパルスがインノビ V 予想を TV サンスポー コム、2019年11月29日閲覧。要母単勝2016年12月3日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2019年11月29日閲覧。要母単勝レーディオロンが人気に応えて解消競馬実況ウェブ、ラジオ日経。 k-e-i-b-a.rad-i-o-n-i-k-k-e-i.jp2019 年11月29日閲覧。形成杯2017年1月15日、競馬データベース -netk-e-i-b-a.comdb.netk-e-i-b-a.com2019 年11月29日閲覧。形成杯、インパルスが晴れ晴れ重症発部位。 予想を TB、サンスポー、コム、2019年11月29日閲覧。形成杯、ガンサリュート賞金上積み2着。予想を TB、サンスポー、コム、2019年11月29日閲覧。形成杯、一番人気のコマのインパルスが、重症発生派。予想を TB、サンスポー、コム、2019年11月29日閲覧。形成杯、 カラコマのインパルスが、横綱競馬競馬実況ウェブラジオ日経。keiba.radionikkei.jp、e.。2019年11月29日閲覧。形成杯、インパルスが晴れ晴れ重症発部位。予想を tb, サンスポー、コム。2019年11月29日閲覧。やよいコマのインパルス手応え十分。 走り慣れた舞台で、重傷連勝だ競馬ニュース。netkeiba.com。2019年11月29日閲覧。ab, やよい駒コマのインパルス踏ん張り足らず6着。予想を tb, サンスポー、コム。2019年11月29日閲覧。ab, やよい駒コマのインパルス6着乾杯。田辺、力の差を感じた。 www.sponichi.co.jp2019 年11月29日閲覧。コマのインパルスは、サツキショーで、エダテルオキシュと、新コンビ。予想を TV、サンスポー、コム2019年11月29日閲覧。サツキショウ、ウィンブライトバタイ戻ったコマのインパルスは、エダテラシュと、初タッグ、デイリースポーツオンライン。 デイリースポーツオンライン2019年,年2019年11月29日閲覧サツキ賞ョウ2017年4月16日競馬データベース -netkeiba.comdb.netkeiba.com2019 年11月29日閲覧サツキ賞、レースを終えて関係者談話予想を TV サンスポー コム、2019年11月29日閲覧。ABC、形成ハイカチウ馬コマのインパルスが、日本ナービー回避競馬ニュース。netkeiba.com。2019年11月29日閲覧。ABC、コマのインパルス、右前足つなぎ人体園で、春絶望。サンスポーズバット、競馬。2019年11月29日閲覧。 昨年の形成敗を制したコマのインパルスが登録抹消競馬ニュース。netkeiba.com2019 年11月29日閲覧。コマのインパルス競争場データ、netkeiba.com2019 年11月28日閲覧。ありがとうございます。